どうも皆さんこんにちは、真心と申します。最近ね、とあるゲーム機を買いまして、ついにあのゲーム機を買ったよということで、開封をしていこうかなと。その買ったゲームっていうのがこれ2020年にしてね、初めて Wii を買いました何年発売なの Wii って。どうやら調べたらね、2006年発売らしいわ。14年越しに買うっていうね、 Wii を今更で、なんで買ったかっていうのが、家電量販店で買えるね、ドンキでおなじみのあのゲームキューブね、ゲームキューブのゲームがこれできるんですよ、 Wii って。うちね、現役のゲームキューブまだあるんだけど、それをね、例えば実況しようと思ってパソコンに映像を取り込もうと思うと、 HDMI、 いわゆる3色ケーブルじゃなくて HDMI でつながないとダメなんだけど、ゲームキューブからね、HDMI に変換するやつがいいものが売ってなくて、結構高くなっちゃうんだよね。なんか2万円とかするものあって、で Wii だとこういうね、コンバーター、3色ケーブルから HDMI に変換するアダプターが売ってたんですね。これだとまあ実況もしやすいだろうと、実況環境も整えやすいなと思ってこれを買いました。それじゃあちょっと開けていこうか。初めて Wii 俺開けるからね2020年ね。おお、まあ、もちろん買ったのは新品じゃなくて中古の Wii を買いました。2000円ちょっとでね、もう今売っててすごく安くで買えたんだけど、しっかり全部物は揃ってるっぽいね。これリモコンをテレビに反応させるセンサーかな。でこれがいわゆる3色ケーブル。もう今の子供は3色ケーブル使ったこともないかもしれないね。僕の時代はね、もうこれでゲームをするのが当たり前だったんですけど、僕が子供の頃はね。今は HDMI で綺麗な映像が楽しめますと。そしてこれなんて言うんだろう、ヌンチャクって言うんだっけ、ちゃんと知らないんだよな。しっかり梱包もされてていい買い物したね。そしておお、これ本体だ、 Wii。 あ、意外にちっちゃいんだね Wii って。手のひらこんな感じだからすごいコンパクト。ゲーム実況やってるとね、パソコン周りってめちゃめちゃ物が多くなるから、こういうちっちゃいゲーム機はすごいありがたいね。今横にスイッチがあるんだけど、それと比べても、そんな特別大きくはないね。スイッチがね、ちっちゃくて薄いのがすごいんだけどね。そしてちょっと黄ばみはあるものの、ちゃんとね、しっかりカバーもついたコントローラーがついてました。リモコンっていうのかなわかんない。しっかり電源アダプターもついています。 Xbox とかと比べたらめちゃめちゃちっちゃくていいね。Xbox も補足だけど、今はちっちゃくなってるからそこは補足しておこう。で、本題のね、じゃあ Wii で何のゲームキューブのソフトがやりたいのかっていうことで、これも合わせて買いました。ペーパーマリオ RPG です。もう説明はいらないね。超名作ペーパーマリオ RPG、 小学生の時めちゃめちゃハマりました。いずれ実況なり放送なりでこの YouTube チャンネルでね、やりたいなと思って買い直したんだけど、びっくりしたわ。これいつ発売だろ、ペーパーマリオ RPG って。これもう2004年だって。すごっ。16年経っても全く色褪せない名作という、かなりいいゲームだよねこれ。でさらに驚いたのが、これ Wii はね2000円ちょっとで買えたんだけど、こいつね5600円しました16年前のゲームよ、5600円。こいつね、正確に言うと2800円なんで、ちょうどね本体の中古価格2倍の価値があると。ペーパーマリオスーパーシールね、今動画でやっているんですけど、中古で500円だよ俺買ったの500円で買えたのにね、その2作前のペーパーマリオ RPG 5600円って、新作ゲーム買うぐらいの値段だよねそれだけの価値は十分あるということで、はい、買いました。すごいね、任天堂クラブ、もう今ないんだっけ、任天堂クラブのシリアルコードと説明書とちゃんとね、ディスクも入った綺麗なゲームソフトが届いたんで、5600円の価値はあったね。で、この Wii を買ったことによってね、ゲームキューブできるっていうのは本当に自分の中で大きくて、スーパーマリオサンシャインとかね、動物番長とか、ピクミン今度3発売するらしいけど、ピクミン2をね、もう一回遊び直したいなとか思っていたので、もうちょうど良かったねって言ってたら、サンシャインなんかスイッチで出たんだけど驚いたわ。じゃあちょっと早速ね、動作確認というか、ちゃんとこの HDMI に変換するアダプターでゲーム実況できるのかどうかっていうところを確認してみようかな。ちなみにアダプターはね、これ2種類買ったんだよね、海外の会社が発売してるものなんだけど、ちょっとね、どれが
いいのか分かんなくて2つ買いました。そんなに高くないものだから2つ買ってね、ちゃんとあのみんながね見やすいゲーム画面がお届けできるようあの比べようと思って2つ買いました。まあいい方使っていこう。それじゃあ画面を切り替えましょう。おお、HDMI でつないでるからかすごく綺麗に見れるね。昔のやっぱりブラウン管よりは、まあ別にゲーム自体が高画質になってるわけではないんで、元のねデータは変わんないはずなんだけど、もうやっぱり今のディスプレイだったりね機器だと綺麗に見えるね。おお、え、十分じゃない？めちゃめちゃ綺麗に映ってんじゃん。色もはっきりしてるし、文字も読める。動作もね普通に、はい、キビキビ動くし。おお、すごいすごいすごい、感動してるわちょっと。おー、音楽もね、はいはい、こういうのね、ちょっと試しにゲーム画面ってか動かせるとこまでやってみる。一応ね、HDMI に変換するねそのアダプターは2種類使ったんだけど、正直あんまり違いが分かんなかった。最初起動する分には何の問題もないです。さあちょっと設定を変えてきました。お、いいね。なんかさっきより動きがぬるぬる、 60fps で表示されてるし、横のインターレースっていうね横線もなくなったね。パレッタの羽見てもらったらわかるけど、さっきと比べたら一目瞭然だけど、変なね横線がなくなりました。さらに FPS も上がったと。もう完璧じゃん。 Wii の録画環境としても完璧だね、揃ったね。これで心置きなく Wii のゲーム、ゲームキューブのゲームが、はい、遊べるようになりました。素晴らしいね、ほんと。まあ、このペーパーマリオ RPG はちょっと今すぐやるわけではないんだけど、いずれこのチャンネルでね、絶対にやるので、まあ、ぜひ興味ある方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いや、ほんと、素晴らしい。やれるゲームの幅が一気に増えた。ピクミン2とかね、やりたいなと思ったから。いい買い物したね、うん。まあ、長く使ってみて、アダプターにね、何か不具合があったりとかしたら、またちょっといろいろ考えていこうかな。ただ今のところこれで何の問題もなさそうです。おう、ルイージも。ちゃんとマリオも表示されてるね。はい、海の表示、3D グラフィックも綺麗に表示されています。何の問題もなさそうだね。じゃあちょっとペーパーマリオ RPG はこの辺にしとこうかな。楽しみはこの辺にしておいて、はい、じゃあ一旦ここでこの動画は終わります。またね、ちょっとゲームキューブとか Wii でこのゲームやってほしいなとか、まあ、ちょっと全部を聞くことは無理だと思うんだけど、何かね僕の感性に刺さるものがあればやってみたいなと思うので、はい、リクエストなどもぜひコメント欄などで、はい、募集しております。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。さよなら。